今年完成したところ。いや、すごいな。先生に見せたかったんです。ありがとう。お礼にね。先生見てほしかったの。あ、本当？この間カウンセリング受けてくれたから、あれから一気に今元気いっぱいやけど。元気元気。めっちゃ元気。あの、ついこの間、あれ2日前？うんうん、そうそう。2日前はもう人生が、道が開けてね、なんか道に迷った、あの、なんか、可愛い子犬じゃないけど、あの、でかい豚がね。いや、そんなことない。いや、でも本当になんか、あの、人生一番苦しかった？いやー、かなりね、だから先生に教えてもらったことをもう一回繰り返して、自分で文章に書き換えて、真面目やね。ほんで、真面目やね。叩き込んで、あ、そう。かなり、考え方が変わった。あ、よかったね。あの、楽な方に変わった？うん、切り替えができた。切り替えができた？めっちゃ切り替えできた。あ、頭の中を全部嫌なことを掘り出して。あ、偉いなー。入れ込みすぎてたからね。そうそう。だいぶ8割になってたから、あの、気になって。で大切な人というのをいっぱい思い出して、うん、そうだよ、素敵なこと言うね、大丈夫これ全然大丈夫全然。そしてその私のカウンセリングの後に斉藤ひとりさんの YouTube を聞いてるとさらにこうなんか元気が出たの。そうね、あの斉藤ひとりさんはずっと、うん、あの毎晩ね、うんうん、寝る前に聞くとかやってたんやけど、うん、すごくいいよね。そうそう、ギガ数が3ギガやからそんなに聞けんので、あ、そうなん、たまに一服したり、頭にこう入れんのに、あ、そう、あ、そういう、うんうん、神がかりなんでね、それをね、うん、先生がね、斉藤ひとりさんの、うん、大好き大好き大好き、うん、私この間天の橋立て行ってきたんやけど、うん、そこに天の橋立神社っていうのがあって、うん、そこに斉藤ひとりさんの千社札って知ってる？知らない知らない知らない。よくあの、うん、こうなんていうのかな、うん、あのお堂とか、うんうん、なんかその行ってきますわ、うん、シールが貼ったんね。ちょうどこれ今ちょっとね勝手に切れたから、いや大丈夫、もういい、アイディ、あ、そうか、いいよ先生、アイディ宣伝なってちょっとぐらい、何の宣伝、先生の宣伝斉藤ひとりさん、ちごで先生の宣伝や私、うん、あ、先生の宣伝、あの松宮局の梅垣真由美さん、そうそう、梅垣先生の先生の宣伝してくれてんの、そう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 、ありがとう、れこの絵も、絵も宣伝できてるよ、うん、ついでに、あ、嬉しいわ、この絵もし描いたいって分かったらどうする、うまあ、まあいいよ、描いた人があれば、あ、本当、本当にいいよ、へえ、ぼちぼち、あの自分の手元に全部置いとったら暑苦しいなってきて、あ、そう、でもこれ綺麗やな、ほんまに綺麗やで、最後悩んだんですよほんまに、どうしようこの絵を描そうかな思ったんや、これでも写真で撮ったらまた違うね、実物とまた違うね、客観的に見れるね、うん、確かに素敵な山やん、いいやん、色合い、あの優しい、なんていうのかな、優しい、うん、優しい、その心の中の状態がこの感じるよね、この絵からね、絵からなんかね、いろいろね、うん、なんかどんな人かな、どんな人が描いたんかなと思ったら、うん、優しい人かなって思うね、あ、そうなの、うんうんうん、そうだってどう思う、これ自分でも分からへんね、なんか自分であの、いや、これそう思ったよ、これもうね、迷惑って処分しよう、いや、でもやっぱりもうちょっと手かけて、もうちょっとなんとかしよう。